こんにちは。阿蘇市移植生活改善推進協議会一宮支部です。今日はサバのトマトと味噌煮をします。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして器はこちらです、阿蘇市中通りにあります工房優さんの器を、貸していただきました。工房優さん少し先なんですが、10月31日火曜日から熊本県の伝統工芸館で、個展を開かれるそうなので、よかったらお近くの方行ってみてください。工房優さんの紹介は番組の最後に載せておりますので、そちらもご覧ください。では大空さん、はい、今日はね、サワーをはい、トマトと一緒にお味噌と煮ます、うん、はい、はい、あのサバの味噌煮はね、はい、よく聞くんですが、それに、ま、トマトね、阿蘇産のトマトを、アスパラとかですね、うん、今最盛期で、そうですね、はい、はい、ちょっと洋風っていうかですね、楽しみです、はい、じゃあ早速教えてください、はい、じゃあサバですね、はい、のよきれに切ってですね、うん、でそれに、塩ですね、はい、でこれをあんまりたくさんかけなくていいと思います、うんうん、です。これを15分ですかね、置きます、はい、けどね、きれいにスルッと剥ける。みょうが以外の椎茸と、うん、椎茸とアスパラ、アスパラ、うん、なんか色がねいいですね、こう、うん、華やかというか、ちょっとね黄とか緑とか、うん、なんか夏元気になりそう、うん、トマトと味噌に、はい、出来上がりました。どんな味なんでしょう、楽しみです、ね、ではいただきます。いただきます。さあどんな味がするのか、おいしい、うん、おいしいでしょ、なんか酸味が、そんな酸味が強くないし、うん、トマトのね、ねえ、うん、あのベースは本当に和食ですね、味噌 の、 あの風味があって、でもそこにトマト の、 あの強調しすぎない酸味が、うん、さっぱりしてて美味しい、あの生姜も効いてるし、ね、うん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市一宮町中通りにある工房優さんは、唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるススキを灰にして釉薬として利用したりと、阿蘇にこだわった作品を作っています。明治初期に建てられた蔵が工房とギャラリーになっていて、自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます。